私が鍛えます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。この番組はコサナテニスアカデミーの重政コーチが上手くなりたいプレイヤーを熱血指導する番組です。今回のプレイヤーは石井さんです。よろしくお願いします。お願いします。今は試合とかは出られてますね。結果はどうですか？伸び悩んでます。謙遜されていますが、テクノカップ優勝経験もある石井さん、テニスの魅力は長く続けられること。石井さんにはどんなレッスンがいいですか？はい、女性の方はねすごい多い悩みなんですけど、ボレーのチャンスボールがなかなか決めれないっていう方が多いんで、今日はちょっとしっかりねチャンスボールが来たところを決めれる練習をしたいと思います。私ふわっとしたボールを出します。そのボールをしっかり前に詰めてボレーで決めるっていう練習なんですけど、ふわっとしてるボールが来た時にどうしてもゲームとかだったらなかなか前に行けないんですけど、それを無理やりでもいいから走ってしっかりネットの近いところでボレーしてあげる。ラケットをチャンスボールふわってきた時にテイクバックどうしても取ってしまう人が多いんですけど、テイクバックはもう必ずもう視界から絶対ボールがラケットが消えないように、最後ボール打つ時に足をちょっと思いっきり踏み込んでポンと音鳴らすぐらい踏み込んでね。さあレッスンスタート。はい、前へ、もっと前で、はい、石井さん少しだけ正面向いて今走っちゃってるんで、打つ時にちょっと肩入れて、肩入れて右左で最後いきましょう。はい、肩入れて、そう、はい、振らない、はいはいはい、ナイス。はい、次は実践レッスン、ボレー対ストロークでクロスラリーを続けて、先ほどのレッスン通りにチャンスボールが来たらボレーで決める。さあ石井さん、ボレーを確実に決められるか。決めて、遅かった1本目が。ここでアドバイス、ボレー自分のボールに自信がないから、うん、打った後に入ったかなって見ちゃってるんですよ、うん、でこの姿勢がすごい長い、もう打った瞬間に入るか入らないかもう決まってるんで、そしたらもう次の準備、打ったらすぐ準備、すぐ準備、はい構えて、よくなってきた、よくなって、はい構える、詰める、そうそう、うまい、今のすごい良かった。